ASL RS-01 RS-01 はオートバックススポーツカー研究所という車である。GE はトミーカイラーがダブルゼータに続くオリジナルカーとして発売を予定し開発を進めていた車でボディデザインはガライヤやダブルゼータ同様デザインアップルの西田則之の手によるアルミ押し出し材を多用したスペースモノコックと呼ばれるシーに エンジンは日産スカイライン GT-R に搭載されている RB26 デッドをベースにトミーカイラが独自に排気量アップやチューンを施した RB27 デッドをミッドシップ方式で搭載予定だった。駆動方式は四輪駆動が基本だが二輪。駆動仕様も選択可能で最高速度は時速 330km 超を標榜。 価格は1000万円前後を想定していた。またトミー・カイラはこの g でルマン24時間レースに参戦することも視野に入れていた。g は2001年9月にドイツのフランクフルトモーターショーで正式公開、2001年10月に量産型発表、2002年4月デリバリー開始というスケジュールが組まれていたが、2001年夏に天気が訪れる。 カー用品天才大手のオートバックスセブンが GE の開発などを行っているトミーカイラの開発製造部門を買収し ASL が設立されたのである。この時点では ASL の設立はトミーカイラが GE の開発費用を獲得する手段の一つとして考えられており、事実トミーカイラで行っていたオリジナルカーの開発は ASL へ引き継がれる旨の発表がされていた。 しかし、ASL 設立以降は、GE に関する発表はなく、2001年12月に、ASL より市販第1号として発表されたのは、ダブルゼータをベースとした全く別の車、ガライアであった。次に、GE が姿を現したのは、翌2002年の東京オートサロンであり、ガライアの一般公開と同時に展示されていたが、名称は、GE ではなく、 RS-01 と変更されていた。そしてこの時 ASL よりガライアの開発、発売スケジュールとともに、RS-01 は先行開発プロトタイプカー、技術開発用車両であり、市販化やレース参戦の予定はないとの発表がされる。だが RS-01 に代わって、市販予定のガライアも、その後の開発は順調にはいかず、発売開始予定が、 大幅に延期された挙句、結局2005年夏に開発中止となり、ASL も事実上の活動休止状態となった。これにより RS-01 の開発も中止となった。しかしその後、2010年12月に京都大学発のベンチャー企業、グリーンロードモータースより EV 化計画が発表された。プロジェクト統括責任者として富田が参加しており、 当初の計画とは別の形で g が復活することとなった。また実際に製造された RS-01 の個体は、トミーカイラの創始者である、富田義和の手に渡り、フロントのハチド鳥のエンブレムが、トミーカイラの亀のエンブレムに、リアの ASL エンブレムが、ダブルゼータエンブレムに付け替えられて倉庫に保存されており、2014年にはマレーシアで展示されたことがある。 さらにその後2017年には京都で展示され、それと同時に富田の口から5大限定で再生産する計画があることが述べられた。なお、先日の EV 化計画とは異なり、再生産されるのは元々の r b 2 7ドを搭載する仕様とされている。富カイラ ZZ に EV プレスリリース、車お宝話 ZZ2 が初めての海外旅行に、 富田義和ブログ。2014年5月9日閲覧。車歌から話。北の天満宮で。スーパーカーショー。富田義和ブログ。2017年6月11日閲覧。ありがとうございます。